鬼木走り赤は、鳥類スズメメカマドドリカの赤である。分類によっては、鬼木走りカデンドローコラプテデイトも、鬼木走りと総称される。新熱体育に生息する。全長14から37センチメートル。足に鋭い爪があり、木走りカのように爪を引っ掛けて、木の幹を垂直に登る。葉は硬く、樹上で体を支える。樹皮の間や幹の割れ目にいる昆虫などを食べる。 軌道に巣を作る。系統樹は、モイルへ通る、アイステッドへ通る、より、かつては、独立した、鬼木走り家とされてきたが、ドドリ家に、系統的に内包されるため、赤として含められた。ただしこれらを別家に保ったまま、ドドリ家から、ヤブクグリカスクリアリーデイを分離する分類もある。鬼木走り赤の姉妹群は、ドリ鳥赤だが、ドリ鳥赤の宝ジロカマドリ族が、 他のカマドドリアカより近縁だとする説もある。オニキバシリアカは二つの属に分かれる。ただし、オニキバシリ族の規定で分岐した、チビオニキバシリグリフォーリンカスは、オニキバシリアカの最初に分岐した別系統だとする説もある。属と種は国際鳥類学会により、属分類はモイルエトールによる。ありがとうございます。